昨年日本でも公開されましたミッションという映画、カンヌ国際映画祭でグランプリ賞を取った映画ですが、これは中南米で、起こった実際の出来事なんですね。そうですね。17世紀の、初めにイエズス会神父がジャングルに入り込みまして、そこに住んでいましたガラニー族インディオというのをキリスト教に布教すると。でそのは実話だったということはまだ廃墟があるわけですね。そうですね。それは中南米のどのあたりになるわけですか。ちょっと地図があるのでご覧いただきたいんですが、南アフリカのアルゼンチン、ブラジル、そうですね、内陸部ですね、ちょうどですね。でこの度佐々木さんが特に取材見つけた制度ですね、トリニダという遺跡があるんですが、はい、こちらの方がもうですね、あ今映りました、トリニダの遺跡の前景なんですね。これが当時の伝道村で、約17ヘクタールありまして、最盛期には4000人の人口を要したと。こういうのはいくつぐらいあるんですか。当時で30近くありまして、今回の取材では15箇所回ってまいりました。でこのここにいたインディオたちが、はい、何族というのはグアラニ族と申しまして、ヨーロッパ文化をですね、イエズス会神父から学び、大変手先の器用な民族でもあったんですよね。それで、まあ、当時その自分たちで楽器の工場とか時計の工場とか食料ですね、全て自分たちで賄うような、相当高度なこう文化的な。そうですね、精神的にもですね、物質文明においても当時のヨーロッパ文明よりも進んでいたと見なされてたぐらいまでに発展していくわけですね。映画でもこの、ね、インディオたちが非常に優れたこの音楽性ですか。そうですね、評価されしてますね、だからそれは音楽性だけじゃなくて実際に彫刻のね、こういう、まあ、佐々木さん写真家として感動された。これフランシスコ・ザビエルの像なんですけども、うん、ほとんどこちらにある像がですね、聖人像なんですよ。はあはあはあ、でこういう聖人像がその伝道村の現在もある教会の中とか博物館にですね、展示されてると。こういうのがたくさん残ってるんですよね。これは木彫ですか。木造で、全て彩色が施されてあると。ああ彩色が施されてあるんですか、はい、バロック式台は。そうですね、ちょうどスペインではバロック、エルグレコ、黄金前世紀だったんですね。そうですね、その影響がそのままこの村に行ったわけです。そうですね、当時スペイン人が持ち込んだ小さい木彫物をですね、モデルとしまして、それを真似てインディオが模刻するんですけども、そこから独自の自分たちのユニークな発想とですね、何かね、いわゆるヨーロッパのバロック、スペイン特にね、もっと深刻なね、暗い感じがするんですね、だけどこのインディオのこの像というのはふくよかでね。そうですね、日本の仏像を見てるような感じがするんですけどどうなんですか。キリスト像なんかもですね、たくさんあるんですが、ふくよかなんですね、全体的にね、うん、それと作りそのものは素朴な表現といいますか、それだけの技術というか、技術だけじゃないですね、彼らのそういう精神性、そして民族的に優れた資質を持っていたわけでしょ。そうですね、それがなければこれだけたくさんのものがたかだか百何年の間にできなかったと思うんですけども、何年、150年、約150年間の間に残した作品ですね、うん、膨大な数なんでしょ、その聖人からキリストのその何ですか、生涯の像から。そうですね、私が撮ってきただけでも約200点近くありまして、当時ですね、十数万のインディオが30の伝道村に住んでたわけですよね。それから考えますと、もっとかなりの量の作品を残したであろうと考えられるんですけども、それはその追い出された時、廃村になった時に、はい、まあ、全部紛失しちゃった、あるいはこう消えたというわけじゃなくてこうして現実に残ってると、
保存というのはしやすいところなんですか？現在はですね、博物館とか教会にですね、いわゆる、当時も教会の中に飾られてたと思われるんですけども、ほとんどそういう状態で残されてるということなんですけど、この最初に会った時にどんな感じですか？最初にこのいろんな像、いろんな廃墟を見て、まず一番驚いたのは私は人物を専門に撮るカメラマンなんですけども、ファインダーを覗いてて、その妙な生々しさといいますか、生き生きしてるんですよね。大体人物を撮る時に目を見るんですけども、その木造物一つ一つがやっぱり生きた感じで捉えることができるということに非常に驚きましたね。プラス彩色が施されていると。実は私小学校2年から4年まではボーイスカウトに入っておりまして、聖書は若干かじったことあったんですよね。で、聖書をかじってましたからですね、大体のストーリーは知ってまして、それが演出というか演劇的に再現された木造物が全てあったことに一番驚きましたね。はい、これなんかはお告げですよね。そうですね。後ろはあれ壁画ですか？そうです。フレスコ画と申しまして、唯一 のこちらの伝道層に残る、これはサンタロサというところにあるんですが、受胎告知ですね。大天使ガブリエルが聖母マリアというかね、見ててね、私非常にこう、他のヨーロッパのものでない、日本に何か近い親近感というかね。そうですね、この像の中に非常に見出すんですけどね。イエスの降誕、これはですね、イエスの父ヨセフに抱かれるイエスキリストなんですけども、非常に多いんですよね。ヨセフに抱かれたイエス像というのは、ヨセフに対する信心が強かった時代ですね。もちろん聖母子像は、多いでしょうけど、やはりインディオというのは一夫多妻制であったから、その名残からヨセフに抱かれるキリストが多いんじゃないだろうかというふうに考えられるわけです ね。そのインディオのそういう背景があるわけですね。そうですよね、これも審判者として描かれているイエスですね。実にこう、なんていうんですか、明るくってね。そうなんですね。何にもとらわれてないね。どの人物の顔もそうでしょ、これキリストエルサレム入場でしょ、本当は深刻な事態ですけどね。そうですね、深刻な事態でどうしても暗いイメージがあったんですけども、なんか割とやっぱりその独特 の太陽といいますかね、南国といいますか、それを感じさせるようなムードを持っていますね。ゲッセマの園での祈りですね。この写真を、写真家として、こうして写真に収めようと、初めからそう思っていかれたわけじゃないでしょうか？いや、実は遺跡が中心であって、遺跡の取材するということでありましてね、そのこれだけの彫刻物残ってて知らなかったもんですから、もう一度出直しまして、機材を揃え直しまして、それからもう一度撮影に参りました。なるほど、とよっぽどこの製造彫刻に魅せられたと。そうですね、やっぱりこれだけのたくさんの作品が世界でほとんど知られていないということと、やはりガラニー族が残したやっぱりメッセージでもあると思うんですよね。でそのやっぱメッセージは、私のたまたま職業である写真を通じて、やはりより多くの方に見ていただきたいという、そういう気持ちもありましたし、ね、こうしてこれは復活のキリストだと思うんですけど ね、これはね、非常に珍しい像で、三位一体像ですね。三位一体の教義っていうのは確かに説明するのは難しいと思うんですよ。私も未だに、わからないですが、これは奥義ですね。例えばインディオにですね、当時神父さんが教えるにあたっては、
その三位一体の教義を非常に分かりやすく説明できる、植物的に表現している像ではないかしらと思うんですが、ね、これは当時はまあ印刷物がなくて、こう視覚的に教義を教えるときに ね、こういう彫刻や何か使いましたから、相当の数が確かに作られたろうと思うんですが、 それにしてもこれだけのものを作品を作ろうと思うと、たくさんの職人さんがいたというよりも、その民族全体がそれだけ優れた資質を持って、その自分たちの宗教的なものに力を発揮したと言っても過言じゃないわけでしょうかね。そうですね、今後佐々木さんはこのインディオとの制度との出会いを通してですね、どういうふうな形でこのお返するというか、佐々木さんには一つの使命があるような気がするんですけども、やはり一番カメラマンとしてはですね、より多くの方に見ていただきたいと、そのためにまあ写真展をやりましてですね、それで全国回らせていただこうかなと思ってるんですけども、まあ、それに合わせて本がちょうど出版されますんで、それを見ていただければ私の感動が少しでも伝わっていただけるんじゃないかなと思うんですが、まあ、私今こうしていろんな作品も見て、まあ、お話聞くとね、それほど優れた資質を持ってた民族が、まあ、人間の政治的なある力とか何かで滅ぼされてしまうという悲劇に、その無駄さ、もしそれが今そのままいたら大したもんだったんじゃないの。そうですね、歴史はいつもそういうふうに無駄の上に、消耗の上に成り立ってるんでしょうかね。まあ今現在もやっぱり世界のどこかでそういうことっていうのは行われてるだろうし、あると思うんですよね。何かそうすると人間の傲慢さと、そして人間の営みの何であるかがインディオたちが我々に語ってるみたいな気がするんですね。やはりインディオのメッセージじゃないでしょうか。南米のジャングルの中にこんな素晴らしい芸術があったなんてと驚かれた方も多かったのではないでしょうか。インディオと修道士との出会い、そして佐々木さんとインディオ美術との出会い、何か出会いの不思議な力というものを感じますね。さて、ここでプレゼントのお知らせです。佐々木さんが現地で写した写真が本になりました。解説は立花隆さんです。この立派な写真集インディオの製造を10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は住所、氏名、年齢をお書きの上、郵便番号 102-40 日本テレビ心の灯火プレゼント係までハガキでお申し込みください。それからインディオの製造を希望する旨もお書き添えください。郵便番号 102-40 日本テレビ心の灯火プレゼント係です。どんどんお寄せくださいませ。